アプナンのメンバーの皆さん、お元気ですか。まあ、私はこのアプナンの会議に長らくご無沙汰して、まあ、皆さんと親しくね、いろいろ情報交換することができないんで、とても、残念に思っております。ですけれどもですね、まあ、サラブリーの研修を含めて、アプナの皆さんがですね、いろんな形で、この EM を進めるということが即環境を良くする、あるいは健康を守るとかですね、まあ、いろんな例えば生物多様性を守るとか、いろんなことで EM を広げることが社会を本当に良くしていくという、こういう意識を持ってですね、皆さんが日常的に EM を使っておられるんで、まあ、私はそのことに対してですね、改めて、皆さんにお礼を申し上げます。で、同時にですね、そのことが、それぞれの国をですね、本当に良くしていくという、こういう原点に結びつきますので、ぜひそのこと、要するに EM を空気や水のごとく使えば、みんなが健康になり、環境が良くなりですね、国も良くなるという、こういう信念でもってですね、この仕事を進めて、いただきたいと思うんです。そして、まあ、今回主催をしてくれるインドネシアのウディダナは私のところの大学院の卒業生で、彼はですね、学生の頃、先生、私はインドネシアの大統領になりたいんですと言ったんですよ。で、僕は大統領になる方法を教えてあげよう、EM を徹底してやりなさい、そして EM でたくさんの人に、たくさんの人を幸福にしなさい、たくさんの人を助けてあげなさい、そうすればあなたは選挙で大統領なのかどうかは別にして、インドネシア全部を救えばインドネシアの実質的な大統領になるから、それをやりなさいと言ったんです。で、彼はそれを忠実にやって、今はもうバリにとってはですね、ウディダナは必要不可欠、インドネシア全体にとっても必要不可欠な人材なんですね。もうこれは本当に社会のですね、大事な資産といいますかね、人的資産になっている。ですから、ウディダナがこんな風にですね、成長してくれたことを、まあ、とても嬉しく思い、また改めて、感謝します。それからもう一つ残念なことなんですけれども、ラビ山岳から教授がですね、不幸な事故で亡くなりました。まあ、本来ならですね、これはちょっとした油断なんですけれども、やっぱりしっかり気をつけなきゃならないと思っておりますが、山岳から先生はですね、1989年の1月1日に、1日にブルキナファソ、アフリカのですね、世界有機農業会議の時にブルキナファソで会ったのがきっかけなんです。で、EM の論文を見せたら、彼はですね、このスリランカからヨーロッパ経由で、もう命からがらブルキナファソまで来て、いろんな人の情報をもらったけど、本当にスリランカに役に立つのは少ないと。でも私の論文、EM の論文を見てですね、いや、もうこれ一つに巡り合っただけでも、自分はこの大変な思いをしてブリキナファソまで来た甲斐があったと。で、とても喜んでくれたんですね。それで私は、それならこの EM のですね、国際的な会議をやりたいんで、山岳から先生協力してくれますかっていう頼んだんです。そしたらあれはもう二言返事で、OK してですね、それからタイの我々のサラブリの拠点へ来てもらって、それからタイのポンケン大学を中心にですね、 EM の国際会議を立ち上げたんですね。で、それはもうスタートからこの会議が軌道に乗るまで、あらゆる形でですね、 EM が世界に広がってますから、これはもう山岳から先生なくしてはですね、この発展はなかったと思ってるんです。だから私は
もう山岳から恐竜がなくなった時ですね、人類の大損失だということを書いたんですけれども、それくらいですね、EM を世界に広げるためにもういろんな形でですね、EM を最優先して、まあ、私の森も随分聞いてやってくれたんです。でもまあ山岳から山岳こういうですね、山岳から先生そういうことをやったおかげでアフナンもここまで成長する。でアフナンを通してですね、今エムロの海外部のメンバー全部彼に鍛えられて、そして彼の精神ですね、要するに利他、他人を良くする、国を良くするという利他の精神、これがみんな生かされていると私は思っています。ですからここでですね、改めて、山岳から先生のご冥福をですね、みんなと一緒にお祈りしたいと思います。それから今日本では熊本を中心にですね、地震が頻発しております。でもちろん東日本大震災もそうでしたし、その前には阪神・淡路大震災、日本はもう地震、それから大洪水、それからですね津波、まあ大変な環境破壊、衛生問題といろいろ出てきました。おまけに放射能の問題も一緒に最悪な状態として出てきたんですね。ですけれども今地球環境共生ネットワーク、UNET を通じてですね、日本中で30万人近い EM のボランティアがおりまして、その人たちがみんな手分けをして協力をしてですね、放射能対策も最初はロック、プロジェクトしかありませんでした。しかしもう今53まで広がってどんどん成果を上げています。で津波の後もですね、塩害やそれから衛生対策とこういうことをずっと EM で対応しましたが、今度の熊本の地震もですね、もうEM のことを皆さん知ってます。ですからあちこちビラっていうかね、パンフレットを配ってですね、衛生問題で困っているところにいつでも EM を供給できるような体制をとっておりまして、それでまあ今ではですね、EM はまあ空気や水のごとく使おうというこういう状況まで進んできております。でまあEM そのものはですね、さっきからお話ししてるように農業だけではなくて、畜産も衛生問題も人間の健康問題も全てに解決する力がありますので、ぜひですねこの辺りを今度の会議でも情報交換をして、そしてそれぞれの国がですね、EM でもって素晴らしい発展ができるように期待をしております。まあできればですね、次の会議ぐらいには私も参加して皆さんにまたいろいろ情報を提供したいと、まあ、そう考えています。では皆さんありがとうございました。